3. 扉車の例3。扉車は乗降時間の短縮を目的とし、前、中、後の3箇所にドアを設けたバス車両である。前、中の2扉でも、中ドアをワイドドアにすることで、ある程度の乗降時間の短縮が可能であり、経済性からそちらに移行する事業者が増えた。1990年代の国産低床路線バス例明期には3。 扉仕様のワンステップバスノンステップバスが登場しており、ワンステップバスは東京都交通局がノンステップバスは名古屋市交通局や成田空港交通などが導入していた。しかしノンステップバスでは足回りの部品が特殊な構造になるため車両単価の高騰につながること、座席数が2、扉車に比べて減少することから受注が少なく、 さらに低床化が進んだことにより、現在ではほとんど製造されていない。1964年度から1995年度まで30年間導入を続けた関東バスや名古屋市交通局などが採用している。また一部事業者では、前、中扉と前、後扉の車両を用いている地域間で車両を共有するため、3、扉車を導入した事例もある。また、 動物園のシャトルバスや、スクールバス用の特注使用車も存在するが、営業ナンバーではない場合が多く、一般客は乗車できないことが多い。北京のバス路線では2、扉車と3、扉車の2種類が運行されている。3、扉車を利用する場合は、真ん中から乗車し前か後ろの扉から降車する仕組みになっている。AB 北京のバス、北京旅行インフォ。 2019年2月7日閲覧、ありがとうございます。